皆さんこんにちは、 NGT48 の新井りりのです。高校生の時に商業の勉強をしていて、タイピングが得意だったり広告のお勉強もさせていただいていました。ということで今日はオフィスがおしゃれなデジタル系の企業さんがあると聞いてやってきてみました。早速中に入ってみます。こんにちは。こんにちは。NGT48 の新井りりのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。デジタルアドバタイジングコンソーシアムの岩本と申します。アルビレックス新潟営業部の小沢と申します。そして20年来の友達のアルビ君も連れてきました。なんでですか、なんでいらっしゃるんですか。いやもう何を隠そう、はい、デジタルアドバタイジング、デジタル DAC はですね、アルビレックス新潟の、はい、デジタルマーケティングパートナーというパートナーシップを結んでるんですね、うんうん、そこで一緒にマーケティングのことを一緒にやってですね、ビッグスターに来るサポーターを喜ばそうと一緒にいろんな活動をしてるんですよ。はい、お仕事してますね。はい、お仕事中。こちらが執務室のスペースになります。めちゃめちゃ開放的ですね。広いっすね。はい、こちらが執務室になってまして、すべてフリーアドレスになってます。で、あと新潟の風景も描かれて、うん、すごい壁になります。新井さん、どんな絵が描かれてるか分かりますか。どこの街並みなんでしょうか。いやもうこれがね、例えばもうここは新潟の昔からある商店街、人情横丁っていうところだったり、はい、この道を右のところはね、十日町の棚田っていう、はい、ところ、また上越とか、さすが野沢さんです。ここすべてご説明いただきました。ここに描かれていると。新潟愛を感じました。めちゃくちゃ感じますよね、はい。では改めて DAC についてご紹介させていただければと思います、はい。DAC はインターネット広告黎明期である1996年に設立しまして、26年間デジタル広告を中心としたビジネスを展開しております。そうなんですね。アルビも1996年から、はい、同じなんですね、はい。デジタルマーケティング市場はもう牽引してきたんですけど、昨今、はい、Google とか、うん、Facebook だったりとか TikTok とか、そういった広告の運用型広告というのが非常に増えてきまして、うん、そこの広告運用拠点として新潟オフィスを2019年に設立しまして、おかげさまで4年間で100名以上採用してきまして、で前のオフィスが手狭になってきたので、こちらのオフィスに引っ越ししてきております。すごい、手狭、かっこいいですね。かっこいいね。はい、手狭でしかないから、アルビの事務所は。いえいえ。こちらはテントになってまして、はい、会社にテントですか。テントがあるんですが、中で打ち合わせもできるようなスペースになっております。なんて楽しい打ち合わせなんでしょうか。めちゃめちゃ広いですね、はい。そうですね、意外と中は広くて、こういう場所でどういう打ち合わせをされるんですか。はい、そうですね、例えば朝朝会みたいなミーティングを、はい、今日何をするのかっていうタスクの確認をしたりとか、はい、案件の相談をしたりっていうこともありますね。すごい、はい、なんかお仕事なのに楽しい気分になりそうですね。 ありがとうございます。こちらも、はいはい、どうぞ。打ち合わせブースになってまして、ちょっとカフェのような感じで、すごいですね、はい。白基調に、はい、ここで急に緑がめちゃくちゃふわふわそうじゃないですか。はい、座りますか。座りましょう、一緒に。座りましょう。あんまりこうやって座るの違和感ある世代なんだけど。そうなんですね。でもめちゃめちゃいいですね。だからお茶しに来たい、はい、本当に、はい、あっちはテントでキャンプみたいな打ち合わせで、はい、こっちはカフェみたいな、そうだね、打ち合わせ飽きないね。はい、はい、今日はどこにしようかって考える気、はい、今日ちょっとカフェでやる。今日ちょっと焚き火しながらやっちゃうみたいな。本当にそんな感じですね。すごいな。すごい、はい。こちらは少しちょっと高い席になっていて、はい、ここも座席がちょっとバーカウンターじゃないですか。確かにちょっと高くなってます。すごい、はい、楽しいですね。こちらも全部フリーアドレスになっているので。あ、もう全部なんですね。はい、はい、どこを座っていただいても、どこで座って仕事しても大丈夫になってます。でもあれ、あの電気ちょっとおしゃれじゃない。おしゃれ、なんかすごい布袋が出てきそうだもんね。確かに。で、こちらが
プラス1度という名前がついてまして、おしゃれ、何ですかこれは、ここは、はい、ここはコミュニケーションラウンジで、お昼ご飯を食べたりとか休憩したりとか、まあ、ちょっと仕事をする時もここで仕事しても大丈夫です。はい、本当のカフェじゃないですか。ですね。1度って意味があるんですか。はい、はい、そうです。3つ意味がありまして、うん、まず1つ目がここで、まあ、一度で集まりましょうっていうことであったりとか、熱量、まあ、プラス1度上げましょうっていうことだったりとか、ここで休憩することによってもう一踏ん張り、1ルーですね、ワンルーですね。あ、はい、だからはい、パーセントみたいな、はい、ああいう記号じゃなくて、はい、ルーって書いてあるんですね。はいはい、そうです。すごい。その3つの意味が込められてます。他にも会議室がありまして、お客様用の会議室があるんですが、はい、会議室の名前が信濃川とビッグスワンというふうになってまして、ありがとうございます。アルビさんにだいぶ寄せてます。はい、どこに座って仕事したいですか。私は絶対テントです。テントの、ね、テントの中で仕事をして、はいはい、いろんなアイデアを、はい、そこで多分思わぬアイデアが出てくると思います。外に出なくても涼しいテントってないですもんね。はい、確かにそうですね。だいたい外だと暑いですもんね。はい、営業の篠田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、営業のお仕事なんですけども、顧客の課題の把握であったりですとか、まあ、実際に広告のプランニングみたいな業務、まあ、どういうところに広告を出していくかみたいなところのご提案業務で、あとはまあその実際に広告を配信するっていうふうになった時には、いろんなこう社内のスタッフであったりですとか、まあ、メディアさん でしたりとかとの連携みたいなところのディレクション業務みたいなところで結構幅広い仕事をしています。実際ですね、アルビさんの広告のご支援みたいなところも弊社の方で少しさせてもらってたりするんですけども、それこそ新井さんみたいな、はい、結構こう若年層の方にファンになってもらいたいと、で試合にこう 見に来ていただきたいというところもありますので、 YouTube だったりとか、まあ、TikTok とか、あと Instagram とか、そういったところの広告も実際に配信させてもらっていたりします。そうですね、まあ、そんな意味でアルビーはですね、DAC とLINE を通じていろんなことをやってるんですね。特にこういう、まあ、ここのメニューのところを DAC がすごく強く作ってくれてるんですよ。ここのメニューですね、リッチメニューっていうんですけど、これは何かって言ったら、はい、簡単にここで押すとね、はい、チケットが出ますよとか。大事ですね。チケットとか取るの難しいからって言って諦めちゃう方もいると思うから、うん、そうなんだ。今 QR チケットとかがすごい、ね、主流になってるけど、うん、アルビのサポーターすごくこう年齢層高い人たちもいるから、うん、そういう人たちも分かりやすいように作ってくれてるし、一斉に全部同じお知らせじゃなくって、うん、こういう人たちにはこういうお知らせ、こういう若い子たちにはこういうお知らせというかね、こういう情報があったら喜ぶんじゃないかなっていうのを集約してお届けすることができるって、これすごいことなんです。すごいですね。でもニーズに合ったものってなかなか選ぶのが難しいじゃないですか。はい、はい、私は、うん、NGT のメンバーの中でもおにぎりが好きで、はい、こういろいろやらせていただいてるんですよ。そのために新潟に来たんだね、じゃあ。はい、うん、そうなんです。やっぱお米といえばみたいなのがありますね。そうですね。おにぎりが好きっていうのはこう私の一つの特徴じゃないですか、はい、でもなかなかそれを知ってもらうのが難しかったりするんですけど、そういうのってどうしたら広告できたりします。そのおにぎりが好きっていうのをどういう人にどういうふうに伝えていけばいいんだろうっていうのを多分考えていく必要があるのかなっていうふうに思っていて、まあ、まずシンプルにじゃあおにぎりが好き、おにぎりが好きな人は共感してくれるかもしれないですけど、はい、確かに、はい、じゃあちょっと広げると、まあ、食事に興味があるとか、はい、外食が好きな人とか、さっきのおにぎり屋さんとかね、はい、そういう人たちに例えば広告を当てていくですとか、あとはまあ、なんか新井さんは卵焼きの具が好きだというふうな話を聞きましたので、まあ、なんかそうおにぎりに卵焼きの具ですよね。卵焼きを入れるっていう、でもそれは新井家発祥です。新井家発祥、はい、新井家発祥です。じゃあおにぎり好きの人がいたら、こうまだ未知の世界の卵焼きどうみたいなのもいいってことですか。いや、そうですね。人事担当の村上です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。新潟オフィスは開設当初、運用型広告の需要が増えていたことからオフィスが開設されたんですけども、うん、最近は営業やデータ、メディアの一部も担う機能としてオフィスがどんどん拡大をしていっています。2024年までに400名体制を目指して今採用を強化しておりますので、これからもどんどんあのオフィスが大きくなっていく予定です。これからまた増えるんですね、どん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 。すごいですよ、こんだけこの、ね、人材不足の中で、うん、専門的な知識がないと入れないとかっていうのはないんですか？はい、入社後に1ヶ月間の OJT 研修を用意していまして、ご入社いただいた後、まず講義形式で基礎知識を習得した後に実際にパソコンを使ってシミュレーションしながら業務を覚えていただきますので、未経験の方でもご安心して入社いただけます。すごい、安心ですね。安心するよね、はい、未経験でも OK なんでね、はいはい。月に一度ですね、会社説明会を行っておりますので、はい、どんな会社かなっていうところで雰囲気掴んでいただくためにも気軽に参加していただけたらと思います。新潟にいながらでもあのデジタル幅広いことをあの仕事にできるのすごい魅力的ですね。このデジタルの力であのビッグさん毎試合4万人にできたらすごくないですか？すごいです ね、 ねすごい4万人にしたいよね。ねもうぜひあのまたこれからも一緒に、ね、あの手を組んでデジタルの力で、まあ、アルビレックスだけじゃなくてもう新潟全体を盛り上げてほしいなと思います、うん、はい、お願いします。